来るのか非常に楽しみです。さあそれでは早速参りましょう。お、フルアタですね。フルアタですね。波動入った。まずはおっとここでポジションが変わりました。和心から一番奥側、上山選手4411、そして真ん中三味線選手4321。おっとちょっとここでおそらく上山選手がまあチャージャーの前に行くことによって前詰めれる、なるほど、可能性を残したのかなと思います。ユニコーン側5311、3241、3421でね、それぞれがスピードだったり大きさだったりチャージに振っているような形ですが、で取って取られてここで2対2、残り時間は40秒経過しようとしております。激しいですね。おー、いいタイミングで張りますね。さあお互いにライフの枚数は同じだったんですが、ここで三味線選手取っていく。残り時間は30秒。前に詰める上山選手、ライト選手も詰めて押し返していきます。さあ未だ点数動かず、ライフの枚数は全く同じですが削られていくユニコーン。この1点取っていくのはどちらなのか。さあ三味線選手取